皆さん、こんにちは。桜チップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは電車についてです。皆さんは日本の電車に乗ったことがありますか満員電車を 経験したことがありますか私は昨日、久しぶりに電車に乗りました。電車に乗ったのは、午前10時ぐらいと、あとは午後4時くらいに乗りました。なので、通勤時間を避けて電車に乗りました。日本 特に東京とか大阪などの大きな町の電車はとても混んでいます朝9時までと夕方の5時以降はとても混んでいます私は今は在宅勤務をしていますなので 満員電車に乗らなくて済むようになりましたしかし以前は毎日満員電車に乗っていましたとても大変です会社に着く頃にはもうとても疲れていますそして満員電車ではよくイライラします 本当に人と人とが触れ合うくらいたくさんの人が電車に乗っています。なので、とても不快に感じます。また、痴漢という犯罪行為もあります。私はいつも女性専用車両に乗っています。これは、 女性しか乗ってはいけない電車です。なので、東京で痴漢の被害に遭ったことはありません。まあ、ただ、そういうことがお起こる。で、それが起きてしまうぐらい混雑している電車というのも、ちょっとどうなのかなと思います。本当に満員電車に 乗らなくていいのでとてもストレスフリーです皆さんも日本に来た時は朝と夕方は電車に乗らない方がいいと思います皆さんの国に満員電車はありますかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います I have an online community for Japanese learners. If you want to join a Japanese community and make friends who are learning Japanese, come join us. And I made a Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has audio so you can improve your listening and pronunciation as well. Also, if you enjoy this content, please consider donating as a way to support me. チェックスタディスクリプションボックスじゃあまたね